チュー!ドラー!ガイジョンです。ということでね、今日もやっていくんですけど、今日はね、皆さんに一つ質問があります。皆さん、最近、クララ YouTuber がちょっと紹介するデッキ増えたなーって思うデッキありませんか?そう、あいつなんですよ。こちら、ゴーレムですね。今ね、このゴーレムが勝率1位なんですけれども、このゴーレムめちゃくちゃ強いんですよ。でもね、このゴーレムだけに関わらず、あの、ダクネライトニングのね、やつとか、まあ、呪文が入ってないライドラムートのやつとかもね、結構やっぱいろんなゴーレム、あとはなんかまあ、ラットとかが紹介してボムターンのやつとかね、ゴボリのやつがまあいっぱいあるんですけど、まあ、ゴレがね、とにかく今来てるということでね、まあ、理由は2つですかね、大きく2つ。1つは、やっぱりその、ババゴヤ系が減ったこと、ですね。まあ、ババゴヤの加工によって減ったこと、そして、まあ、ヒースピとか、いっぱい言い終わったわ。ヒースピの加工、まあ、トリトンの加工によって、まあ、そういうね、端前、まあ、ロイジャイ系とかのね、ちょっとなんか、こう、火力とかね、まあ、そういうのが全体的にこう、弱まったことによって、まあ、このゴレがね、今暴れてるんじゃないかと、言ったところでね、早速ゴレやっていきましょう。で、このゴレはね、ちょっと特殊なんですよ。今ね、勝率1位に上がってるということで、まあ、ゴレ界でもね、クラロワ界でも一番強いデッキなんですけれども、あのね、スケアミとかがあることによって、まあ、テンプレとはちょっと違うんですね。そうだから、まあ、この手札でゴレがあることができれば、初手ゴレが正解なんですよ。このゴレはね、逆サイスケアミとか、こうなんだろう。相手が初手ゴレしたら大体逆サイをロイホグホグ、まあ、そこら辺で攻めてくるじゃないですか。まあ、そういうのをスケアミでね、簡単に参考する。でも2回目からはやっぱり読みクエイクだったり、読みウッドであったり、読みザップであったりね、まあ、そういうものをかまされてしまうから、まあ、2回目からはあんま、スケアミ短期防衛っていうのはできないんですけど、まあ、一発目はね、やっぱケツゴレしたら逆サイ何を守ってくるの、ミニペかな、ランバーかな、もしくはボンバーかなみたいな、そんなところでスケアミ出てきたらもう相手もあっちゃーってなっちゃうんですよ。そう、まあそんなところをね、見て欲しかったんですけれども、まあまあまあと行きましょう。まあ、これね、メガゴ生きるんでゴレ受けですかね。ゴレ受けしていきます。ちょっとね、ちゃんとゴレを受けれるカードがなかったので、ゴレじゃねえ、ダクプリですね。さあ、そしてダクネを出していきます。頼むからメガゴを先行しないでほしいんだけどな。しちゃったね、しちゃったよね。さあさあさあ、ここボンバー出していって、よいしょ。でこのね、ボンバーが強いんですよ。で、ここでトルネ。ここでトルネード。やばい!それはやばい。なんでゴレ爆発したって思ったら、すごかったですね。さあ、ただ、2発。もう1発。いや、このボンバーの体力ゲージマジ詐欺なんですよ。あ、これもう1発しか入んねえや。じゃあ、守んなくていいやっていうところからね、50発ぐらい入れるんで、マジボンバー使った方がいいです。さあ、とりあえずね、ミニペを構えていきたい。ただ、次にあるんですけど、相手はライトニングということは、ダクプリもいたんで、これは、あれですね、エレジャイですね。エレジャイなんで一旦ライト、なるほど。どうしようかな。いや、これミニペだな。ミニペから入って、ダクプリが来るかな。でもこれはね、多分なんだけど、ゴレ蓋した方がいい。これゴレ蓋した方がいいですね。そうですね。オッケーオッケー。いや、なるほど。やばい。やばいです。で、ここをメガゴ。で、ワンチャントルネで座れちまうのかな、これも。いや、でもこれちょっとダメージやばすぎるな。いや、こいつね、タワーに到達するとやばいんですよ、マジで。さあ、そしてもう一回次のエレジャイに向けて、ネクロをダクネですね。ダクネを作っていく。さあ、いいよ。これザップとか打ったらさ、よいしょ。いや、いい。でかい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 。これは、一旦、こいつで、処せる処せる。オッケー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 。いや、食らいすぎだな。いや、食らいすぎなんだよこれ絶対。でまあダクネ使ったんで、ここは一旦トルネをして、このアイスウィズとやらをぶっ食らわす。でここでやべ、メガゴ足したんですが、やばいやばい、やめてくれなあ、やばい。エレジャイやばくない、これ。エレジャイやばくない、やばいやばい、普通にやばい。おいしょ。危ない、危なかった。さあ、ライトニングが64、いや、めっちゃ低いはず、めっちゃ低いはず。いや、64だっけ、64だった気がする。まだいけるか、まだいけるな、これ。ボンバー出しいの、あと2枚、あと1枚。回った、これでライトニングが回ったんで、これで締めのラーメンで、頼む頼む頼む。やだ、
本当？来たんじゃない？来たんじゃない？来たんじゃない？これ。来た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 ？来たか？いやでかい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 。ワルパスワルパス。いやでかい来た。危ねえ。あれ？あれ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 ？危なかったな今ちょっと。いや待ってライトニングってさ、いや打つ暇がなかったんか。ミニペ走らしてたから打つ暇がなかったんか。ダメージ6。あもうもう。あじゃあ分かった皆さんこれ考えてください。打つ暇がなかったそういうことにしましょう。オッケーオッケーオッケー。来た来た、やっぱこのゴレなんですよ強いのは。やっぱねこの打つ暇がない、打つ暇をなくすゴーレム、やっぱりね強いですね。このデッキは本当に強い。あのねでもね今ちょっと初手が悪かったです。絶対に初手が悪かったのと、途中らへんここでゴレで受けてじゃないですか。あれもうゴミゴレですね。絶対やめてください。あのどんだけ陸受けがなくてもね、あのゴレで受けるのだけは絶対やめてください。皆さんお願いします本当に。さあとりあえずねでも初手をねまあまあ切るゴレだとこれ待たないタイプだと思うんだよな。やっぱりこう2倍入る前のスケアミだけど短期防衛が絶対強いんですよ。そこでアドを取りたいんで1回ザップっていって、そうでなんでね2倍入る前の方が強いかって言われるとね、いやこれ最高のテクだ。いきます。初手ゴレ、初手じゃないけどね、まあ多めに見てください。でこういうので、あーここでね短期プリンスとか短期ミニペとか、まあ、ホグ、まあ、ロイホグ、ムート、なんでも来い。スキャラーとか来たらね、全部いけたんですけど。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、これはダーク姉ちゃんからの、いや、これミニペで溶かすべきなのかな。ミニペで溶かすべきなのか、溶かさないべきなのか、否かと。3択迫られてるところですが、もちろん答えは否。さあ、とりあえずここはね、まあ、バック派がお互い入っていって、でまあ、橋前はただメガゴでベビドラの滝を取ってからプリンスはスケアミで受けれるんで、よいしょよいしょ、危ない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 、そういうの危ない、そういうの危ない、そういうの危ないよ。でメガゴさえ残ればみんなハッピー、みんなハッピー。オッケーオッケーオッケー。しかもこれちょっといいよ、ちょっといい。オッケーオッケー。これぶち食らわせ、ぶち食らわせ、ぶち食らわせ、食らわせ、食らわせ。ああ、いやーこれ、いやーザップだな、これはザップ。よいしょ。なんか相手もトルネザップでした。ライトニングない型なんで、結構ユニットぶっ固めて、多分先にゴレを溶かしてからの、あれですね、攻め、残ったボンバーとかに、こう攻め取るのにガッってやることによって、ただ俺ベビーがないんですよね。ベビーがないから、どれだけ、うおー、なるほど。いや、このターン大事だな。このターンのゴレで折れなかったら、俺はほぼ負けみたいなのがありますね。めっちゃ考えましょう。てぎーん、考えました。来ました。俺のね、スペシャルゴッツプラン。スペシャルゴッツプラン来ました。さあ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 、これをメガゴでぶん殴っていく。そして、いやこれね、こいつ、あいつらを引き寄せちゃおう。オッケーオッケー。これもう空マウント取ってるんで、オッケーオッケー。これでボンバーでぶん殴る。そしてここでミニペ追加、そしてここでミニペ追加って感じでね、ちょっと M1 に引っ張られちゃってるんですけど、さあ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 、オッケーオッケー。でこれでメガゴ追加、そしてここでメガゴ追加。さあ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 、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、来たんじゃない来たんじゃない来たんじゃない、オッケー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 。いや来た、でけ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 、めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい。よいしょ、ケツスキャミっていう謎のね、謎のプレイをしていきます。オッケー。これはねもう来るでしょう。これはオッケー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 。さあ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 、いいよ、いいんじゃない、オッケーオッケー。あ、いやどうしよっかな、ザップちゃんこらへんにグッドゲーム、ありがとうございます。やっぱりねこのゴレ強いですね。ゴレ対面はねちょっと弱いかもしれない。だけど相手が多分今回ライトニングがなかったボム、あれですね、エリポン型だったので、まあギリ勝てたといったところなんですけど、このデッキね、あれなんですよ。空がちょっと弱い。そう。なんで、メガゴしかいないから、相手はメガゴベビーがいたじゃないですか。で、そこを、なんだろう、うまく殴られないように、メガゴを出したいんですね。だから、ゴレの裏に、相手が空を、端前メガゴ出したじゃないですか。こら辺に。で、それで、ゴレに竹取ったのを見てからメガゴを出す。そして、ベビドラ来たら、まあ、攻め取るねとかでね、ピューって吸ってあげて、ええー、感じにね、してあげるといいよ、という。いったところでね、ここでちょっと、濁音、何も考えずに濁音出したけど、ちょっとまずかったですね。おまずいピーボーでしたね。さあ、とりあえずボンブを出していきます。さあ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 、こいつを出していって、まあ基本的にベビーの受けっていうのはメガゴしかいないので、まあそうですね。まあこいつは殺させたくないな。でこれをやると、メガゴとボンバーがいると、多分相手はゴレは展開できないはず。これ相手ゴレっぽいんですよ。ゴレ臭がプンプンするんで、これゴレいきます。バチコーン。やべえ、でもこれゴレ対面だったら、外側からゴレ展開した方が強いですね、おそらく。いやーこれどうしようかな。いやこれ許容しましょうか。うん、よいし
さあさあさあ、いいでしょう。うおー、来た、これは来た、これは来たが、完全に来たやつだが、これで相手にスキャミを咲かせるんですね。逆サイスキャミ出すことによって、ここでタルババを逆に咲かせるんですよ。そうすることによってこのダクネとかが結構フリーになる。オッケーオッケー。本体でここでね、もう一体ユニット出したりしたかったと思うんですけど、そう、スキャミを咲かせることによって無理やりね、無理やり相手にユニットを咲かせる。でここで一回、まあ相手はこいつを処理してからランバーとか繋げてくると思うんで、まあボンバーからの、いやメガゴから、いやボンバーだな、ボンバーで許容したい。正直これだけでいこう。 OK。 まあトルネザップ3発なんで、まあちょっと遠いんで、これゴレこっちに出していきますで今メガゴつかなかった理由っていうのも、そのやっぱりさっき言ったように空がちょっと弱い、そしてやっぱベビーメガゴ系の相手なんで、今回なんでやっぱ空マウントが取られたくないんですよね。だからこう高めに出してきたメガゴとかベビーに対してメガゴ当てたいんですよ。なんで、うわーこれはちょっとめんどくせー。でこうやって低めに、やばいやばいやばい。でもボンバーが強い。やっぱ低めに出したボンバーがめちゃくちゃ輝いてますね。よいしょ。うお、マジか、やばい、強いこいつ。いやでもこれあれですね、一発、いやでけーでけー。この俺が、この温厚で静かでね、噂されているこの俺がね、叫んでしまうぐらい今のはでかかったですね。さあ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 、オッケーオッケーオッケー。いやこれで後ろで下げちまえばもう相手の勝ちじゃなくなるでしょうと言ったところでさ、ライトリング型のゴレにも勝てる。このゴレはですね、ゴレ対面最強です。全てに勝てます、本当に。皆さんね、ぜひ使ってみてください。さっきからね、ライトリング引いて、エリポン引いて、そして今回はライトリングですね、引いてるんですけど、ゴレゴレエレジャイ、やばいやばいやばい、ガリガリゴリゴリの環境ですね。もうゴリマッチョ環境なんで今。でもこういうのに勝つためにね、やっぱね、こう勝つためにではないか、普通にでも細かい系にはね、絶対このデッキ強いんですよ。トルネザップなん でしかもボンブが入ってるんでね、絶対強いと思うんですよ。そう、ボンバーがねやっぱいい味出す。あとスキャミですね、スキャミ、やっぱスキャミがいることによって、この相手が攻める、陸で攻める、攻めるとき、攻めをするときにやっぱ読みウッドを転がさなきゃいけないっていうのはね、やっぱでかいですね。まあザップだったらスキャミ待ちザップだけでいいんですけど、まあまあまあそうですね。いやこれちょっと難しいな。いやこれあれですね、相手キョスカだよね、だよね。キョスケだけはマジでね、もうあんま言いたくないんですけど、キョスケはほんとチンチンなんですよ。いやこのデッキね、キョスケを相手にしてしまったのも本当にチンチンと言ったところで、ハネハネさんも言ってました、これチンチンですねって。さあよいしょ、やばいやばい、いや頑張った頑張った頑張った。どうしようかな。まあ、今トリトン使ってキョスケ使ったんで、まあ、ちょっとこの相手のデッキはまあ回転はそんな速くない、なんでこれダクネからのゴレつなげて、いやーそれちょっとうまいな。まあ、タルババ来てもでもスキャミちょっと残るんですよ、これが強いよな、めっちゃアド取れるかな。いやただこのゴレつなげらんねえの、でけえなーこれ。いやー守れたのはいいんだけど、でかいよねちょっとこういうところ。いやでもここは無理やりゴレ行っていい気がしますね、正直。相手タルも切ってるんで、これ裏にハンター当てなきゃいけないと思うんですよ。なんでハンターが来る瞬間にミニペ追加していって、ハーンキョスケフタハーンとか言って、ハーンハーンキョスケフタはしてくるよね、そうだよね。でまあトリトンが来るんで、そいつをトルネで吸ってあげることが大事。あ、やばい、待って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 、あ、キング起動されないために、キング起動されないためにトリトン吸ったのに、キング起動されちまった俺のトルネで。最悪なんだけど、普通に。ちょ、待って、マジで。最悪だわ。おぉ。OK。いやー、こういうとこ、どうなんだろうな。でも普通にゴレ行っていい気がする俺は。ザッピー、キョスケが溶かされてからっすよね。オッケーオッケー、このボンバーが強いんだよな。こうタルババ来ると思うんだけど来ないかな。
で、このキョスケとかして、来た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 、流れめちゃくちゃ来てる、流れめちゃくちゃ来てる。これ熱いっすね。激熱バンバンビガロっすね、これ。いや、オッケーオッケーオッケー。で、しかも相手タルババ咲いたんで、これまあ来て LSP。オッケーオッケー、来た来た来た。で、この、奴らをボンバーでぶち転がして、いや、いい、来ましたこれ。勝ったんじゃない？普通に。いや、勝ったっしょ、これ、普通に。オッケーオッケー。あとはザッピーに対してトルネを咲くだけ。いや、いい、キョスケに、えいーパモーズウィナーアヘイアイウィンアイウィンありがとうございますありがとうございますさあ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 。はい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 。いや、来ましたね、これ。来たよ。来た来た来た。キョスケにも勝てる。ライトニングに勝てる。エリポンに勝てる。もう呪文がトルネザップだけなのにもかかわらず、ライトニングに勝てる。エリポンに勝てる。そしてキョスケに勝てる。バモスですよ、こんなもん。さあさあ、相手のね、キョスケをちゃんとなんだろう、ゴレ以外のターンで潰せたっていうのがでかいですね。まあ、潰せたというよりも、潰してくれたっていう感じなんですけど、まあ、俺がね、こう、キョスケちょっと今潰しますって感じで出したんじゃなくて、結構ボンバーとか、ダクネとかを出しておいただけで、結構火力が高かったんでね、相手のキョスケは死んでくれたんですよね。そう。やっぱね、このデッキしかもね、やっぱ単純、普通のゴレとかよりも、やっぱムートが入ってるやつとか、あとなんだろう、まあ、ダクネランバーのやつとかに比べたら、まあ、ちょっと単純なんですよ、動きが。そうなんで、まあ、スキャミとかをこうね、あんま同性とかに出さず、まあ、薬剤の防衛メインみたいな感じで役割が結構はっきりしてるんで、なんかね、そういうところも結構使いやすいところなのかなって思いますね。オッケー。これはもうね、よいしょ。プルーッオーゲイ。いいよ。まあ、これはスキャミですね。まあ、こういう いい防衛だ。いい防衛じゃない、いい攻め、いいウッドですね。まあ相手はでもここウッドを裂いてから、まあ逆サイね、ホグ来てもボンバー逆サイで守れるんでここはね、まあ起動したんで結合でいきます。ダーン、オッケー。アイゴレ切ったら逆サイ短期ホグしかないんで、まあしっかりねボンバーで守れると思います。でちょっと待ってからここ、あなるほどね、ボンバーは逆には向かないと言ったところで、いや、学び1ですね、これは。学び1。さあ、これで、まあ、相手はファイボだろう。2.6 ホグっぽいので、OK。これはトルネ攻めで打っていって、いや、いい !OK、OK。いや、来たんちゃう来たんちゃうこれ。来たんちゃういや、このターンで絶対に折り切りたいので、もう逆折られてもいいから、俺は、OK、OK、OK。メガゴを追加する。オッケー。で、ここでメガゴで守ることによって、相手はね、ウッドを今持ってるんですよ。ずっと温存してたんですけど、そう、こっちに咲いてくる。そしたらもうこれ、スキアミ追加かな。まあ、アイゴレか。アイゴレがあるか。オッケー。いや、ここどうしようかな。こっからですよね。でも、守りに入ってやっぱ、オッケー。これ一旦、トルネですっていいな。オッケー、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 オッケー。さあさあさあ。で、これでダクネつなげて、ボンバーとダクネを、食らわない位置に出したいっすよね。まあ、5を、ミニペイは別に5を食らってもいいんで、オッケーオッケー。そういう感じで出してくる。美味しいっすね、普通に。さあ、これきついよ。竹取ってからボンバー、ここに出そう。オッケー。イェーイ、スキャミ。これは無理でしょう。さあさあさあ、このスキャミが強いんですよね。トルネとかを攻めに残しつつも、完全にホグとかを完封できる。このスキャミがマジで強い。そして最後にダメ押しミニペ。そして最後にダメ押しミニペ。いやー、ありがとうございます。いや、GG ですね。